はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間巌先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。2017年は世界第2位でした。で、私そのスペシャリスト社の半間巌先生がね、またさらに拡大しまして、インジケーターの開発でね、あれからね、稼いでないんですけれども、仕事の方をやってまして、前のように苦労して稼ぐのはちょっと厳しいということでね。で、コンピュータ分析をもうちょっと機能アップしようということで、1、2年かけて、仕事毎日続けております。毎日徹夜もありました。で、このインジケーターがなんか単純型ではありますけど、とってもいいんですね。今設定しまして、まあタイぐらいまで持ってきまして、少し利益が取れるかなというところまで持ってきたんですね。で、設定が難しいんで、非常に時間がかかってるんですけども、また新しいインジケーターの説明をいたします。今こちらでね、今日0時から始めて3時間ぐらい投資してます。で、この利益が6320円ですね。デモ口座でやってるんですけれども、新しいインジケーターこちらになるんですけども、このシグナル通りに投資してるというだけですね。今勝率 70% 以上で分析させてまして、こんなにあるんですね。まあ15分8のバイナリーオプションなんですけども、勝率で、帯域をね、自動調整するようにしてまして、300から、500でしたっけな、600ですねまでの、まあボリンジャーバンドみたいなもんですね。片陽性ボリンジャーバンドと言ってます。オリジナルですね。片陽性ボリンジャーバンドというのを私が発明したインジケーターに取り入れて、それなおかつこのように評価を出すようにしております。で、まあ設定さえすればこのように、まあ1320円ですね。12時から夜中の12時から始めてですね、今のね、時間は夜中の3時2日火曜日です。で、今調整したばっかしで、いい調整というのはまだわからないんですけども、こんな感じでいいのかなということで、これシグナル通りに投資してるだけなんです。1本ずつ1000円でね。それでね、まあコンピューターこのように4台使ってます。いろんな分析をしてます。設定でね、こちらの方は5560円で、設定の方は違うだけですね。これは時間かかってます。月曜日からやって5ね、2日間目で5560円ですから、560円しか儲かってないわけですね。そういう設定、ただ稼げてるから少しはね上に行くんでいいのかなというようなことも兼ねて見てます。こちら今設定が休んでますね。で、こちらの方ですね、こちらの方はね4550円でちょっと負けてますね。500円ぐらい設定方、これは5分のバイナリーオプションなんですけどね、このようにね、
あんまり岩尾先生は妨害がなければ無限に稼げるんじゃないかということでね、発表しておりますけれども、このようにどうでしょうか。このインジケーターは出品してませんから、また新しいのでね、今までので同じような設定をしましてね、シグナル同士設定をうまく合わせて調整していけば稼げるというのがね、いろんな種類のインジケーターがございます。で、今回はまた新しいものでね、私の場合ね、バイナリーオークションでさや取引というのを入れた、考案して入れた、わけです。で、2つ通貨国はなくてさや取引ができるんじゃないか、できないじゃないかっていう、そんなことはないんですね。相関係数というのが、オリジナルの相関係数というのが出まして、一つのね、外貨の変動の上限を2つで取りますから、一つの通貨でもバイナリーオプションで再取引ができます。通貨国でもできるんですね。ここら辺ね、よく知っていただきたい。というのはね、自分自身の上下の変化の2つの変化ね、でもって2つを再取引するというのはね、私が発明した方法です。保険が取れないじゃないかと、いや取れてんですね、それがね。言うなれば、一つの通貨で二つの動きを取り出すんですね。で、そういうことができるように なっておりまして、これはまた同じように保険が効くわけですね。通貨を二つやるのも同じようにね。だからダブルダブルでやると非常に